よそ行きだったので、そう、次はお部屋の いつも通りの私にしました。みんながクマをいっぱい投げてくれるから、私もクマになったよ。今クマのイベント中。ねえ、今日ね、かわいいピアスをいっぱい買ったの。全部つけてみよう。かわいいよね。私今までピアスが全部荒れちゃう人だったんですよ。合わなくて、なんか。でもそれをね、こう直したの、自分で頑張って。したらいろんなピアスがつけれるようになって。そう、今までね、こうつけられなかったの、決まったやつしか。だけどつけられるようになりました。だけどさ、めんどくさくて、そう、いろんなやつを。金属アレルギーだって。金属アレルギーまでじゃないけどって感じ。なんだったんだろうね。なんか荒れちゃう、かゆくなっちゃった。かわいくない？これ、キラッキラしてるくない？かわいいよね。そう、買ってみました、こんなものも。かわいい。なんか揺れてるやつが欲しいなと思ったので、揺れてるやつをしました。ショールームってインスタライブより暗いね。だって暗いよね。私さっき顔が発光してたもん、自分の顔が。ねえ、ねえ、暗いんだね。見て、めっちゃ可愛くない？ハート。可愛い。ハートつけました。こっちはリボンつけた。可愛い、見て。ピアスあげたい。だって、私ピアスいろいろ使えるようになったから、ぜひ送ってください。全部使います。かわいい。これも300円でした。今までね、あれだったんだけどね、やっとね、使えるようになった。あとはなんかシルバーも1個はあってもいいかなと思って、シルバーもか、みんなクマいっぱいありがとうね。シルバーも買ってみたんだ。なんか大きいのも可愛いなとか思って買ってみました。こんなんとか、ちょっとあれかな、ごつかったかな。私華奢なのが好きで、あんま大きいの買ってこなかったんだけど、これはこれで可愛いかもしれません。どう？さっきのがかわ、こっちのがかわいい？みんなこっちのが好きそうだね、なんか。
3つもついてんだよこれ。3つ。みんなクマいっぱいありがとう。かわいい。いつ2個目開けたんですか。だってこれ、そうポンって開けました。これは星。ちょっとでもなんか片方違うと変だね。こっちもフープにしてみようか。クマのやつはないの。だってクマのピアスは買ってないやん。そこまでクマクマしてなかったわ。ごめんね。クマクマした方が良かったかな。クマクマ。え、かわいい。ありがとう。あんまりコールしないからね、ふざ。たまにはいいか。そう、たまにやと思って買ってみちゃいました。ねえ、いいんじゃない？私あんまシルバーつけてなかったからね。うん。やったー。そう、こんなお買い物をしました。これはメイクさんとお揃いなの。そう、お揃い色っちで買いました。靴下靴下はそう、これめっちゃおすすめよ。スニーカーイン靴下。私は24センチだからこのサイズを買うんだけど、これスニーカーイン、これめっちゃおすすめ。靴下どれにしようかなって迷ってる人いたらこれ買ってほしい。脱げない。あのずり落ちたりさ、嫌じゃない？そのスニーカー履いてて、でスニーカー履いてて靴下がこうくるくるってなる瞬間めっちゃ嫌じゃないですか。私めっちゃ嫌なのよ。けどこれは絶対ならない。あのだから変になんか安すぎるところで買うよりも、これ3つで990円だったから、まあ1個300円くらい。そうで、まあ、1個ちょっと長めのやつ買ってみたの。そう、長めのやつを買ってみたんだけど、これもよかったら1個くらい買ってもいいかなと思ったんだけど、うんうんできんかった。そう、長めのやつね。すいません、めんどくさがり屋で。そう、こんなのも可愛いかなって。ちょっとさ、スニーカーから出たら可愛い時ってさ、これだったら良さそうじゃないって思って買いました。このサイズだけか。私が普段使ってるのはこのサイズ、このだけ。見えないやつ、靴下から、あ、靴から見えないのを買ったんですけど、そう、1個なんかあっても3つもさ買って990円かなだったから、ありかもと思って、みんなも買っちゃいました。大きいサイズってあるのかな。メンズのサイズあったよ。私はレディースのコーナーで買ったけど、
きなのもあると思います。靴下悩まれてる人いたらぜひ。こんにちは、だってこんにちは。わ、クマがいっぱい飛んできた。はいはい、結構なんか明日のイベント行くよって方多くてびっくり、びっくり、めっちゃ楽しみだね。キャプテンと2人っていうのが楽しみだよね。何気にキャプテンと二人の初めてなのさ、二人でお仕事するの。ちょっとパン食べよう、お腹空いてきた。天神に行ったらさ、ここにカフェができててさ、塩パン買いました。いただきます。美味しそう。じゃあね、スタコレの HKT パックをプレゼントしたらって、え、ありがとう。どうやって開くんだろう。ね、このお店のカフェができてて、で、うんってなって行ったらめっちゃ人気で、15分は並んだ。すっごい人気だったよ。トリュフベーカリーっていう、あの天神にできたのかな。はあ、うんふん、うんふん、展示館できてた。明日天神来る方はついでにって言ったけど並んでそう。天地下ですか。天地下、天地下にできてた。びっくりした。明日楽しみだって。私もキャプテンと連絡取り合ってるけどめっちゃ楽しみ。なんかみんなからのメッセージっていうのかな、みんなからの質問を結構募集してるので、あのあったじゃん、ツイッターのやつ、あれ送ってほしいかも、結構いっぱい。うん、いける方もいけない方も。メールのやつかな。こんばんは。ドームから博多駅近くのサイクリングをしましたのって、電動？結構遠くない？
2時間くらいかかるんじゃない？そんなことないか。2時間くらいか。でも自転車でしょ？自分で漕ぐの大変じゃない？すごいね。なんでしようと思うの？なんでさ、1時間もさ、自転車乗ろうと思うの？すごい。すごいね。ありがとう、クマ。クマがいっぱい飛んできた。じゃあ今日はクマになってるので、クマのまま名前呼びます。福田、すごいフルネームやってんだね。福田あかね、ありがとう。フルネームでやって大丈夫なの？個人情報。リャスさん、ありがとう。トマさん、ありがとう。カツトマさん、リトゥ、ハハ、トマさん、ありがとう。高陽子、春尾さん、なんかさ、クマかぶってるだけでさいっぱい来んだけど。ヤスさん、ジャンさん、シンクロワッサン、マイちゃん、コージ、白身フライ、母ありがとう。トシさん、ありがとう。タラの魚さん、ありがとう。マーシュ、ありがとう。コニュマクー、ザキザキザキ、コージ、ありがとう。ダイちゃん、もぐもぐパクパク、ありがとう。てっちゃん、くまのお友達、ありがとう。ボーダー、もぐもぐパクパク、赤いグリフォン、お父さんぽ、ありがとう。コージー、父さんぽ、ぼーちゃん、あきひろさん、かっさん、かずっぴさん、ありがとう。OLGA さんも、ありがとう。なんかいっぱい来てます、ありがとう。たなちゃん、ありがとう。のぶりんも、ありがとう。じゃがさん、ボーダー、ありがとう。くま耳がついてるのかわいいなんてかわいいよね、かわいいよね。なんか猫のやつめっちゃ熱いんですよ、あれ。あのね、あのゆえるちゃんとそれのやつね、猫の黒猫ね、あれね、あまだ暑いの。もうちょっと寒くならないと、家の中できたらもうサウナサウナ、あれはもう本当に嫌じゃん、家の中でサウナ。だから着ないの。もうちょっとしたら着るんじゃない？だから1月とか。まだ福岡は寒い寒いと言ってもそんなに寒くないので。そうそう、そんなによ、まだ全然コートとかいらない。ちょっとあとちょっと寒くなったらコートいるかなくらいの寒さなのよ。だからもうちょっとしたら黒猫にもなるかもね。なるかもしれませんね。じゃあ5分までするね。5分。明日の配信はどうしようかな。せっかくなので、終わってからしようと思います。イベントが終わって、終わりましたっていう配信はしようかな。せっかくだからね。
って思うので、夜かな、何時になるんだろう、何時になるんだろうね、分かんないけどめっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう、そんなにいっぱいかな。でも念のため、わかん、念のため、もしかしたらさ昼間くらいにちょぴっと配信するかもしれないけど、15分くらい一応ね配信しとくかもしれないけど、でもだとしても15分くらいしかしないと思うから、うん、こんな感じかな、夜ね基本は。楽しみだな。このね、この色のアイシャドウパレット可愛くない？そう、めっちゃ可愛い。これをさ、こんなとこに塗ったら可愛いかなと思って今日買ってみた。このさ、赤をね、こんなところに塗ったな、クリスマスっぽいかなとか思っちゃったのね。どうかな、あんまり違いが分かんないか。赤くなったかな。でも本当にちょっと、ちょっと赤くなったかな、赤くらいだけど、まあ、ちょっとくらいの方がね可愛かったりしますからね。私もわからない違いが私もわからないんかいって感じだけど、私もわかんない。まあ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 、これをしたらねいいかもしれないのでね、可愛いかもしれないのでね。で、可愛くない？この、うん、買った。おお、見て、なんかちょっといい感じじゃない？え、めっちゃいいんだけど。まとめてみた。可愛いんじゃない？こういうの。しかも、あ、動くね。私さ毛量が多いんですよ。だから難しくてこういうのするのが、こうするじゃん。でほんとここら辺さ出したら可愛いよね。で巻いたりとかしたら可愛いね。今日もさメイクさんと一緒だったね。メイクさんとそうよくあの糸島に一緒にさ行ったって言ったメイクさん覚えてる？私が一緒に行ったよってみんなに言ったメイクさん。そう、そのメイクさんと一緒にご飯行ったんだけど、そうメイクさんだからさいつも髪の毛やってくれてるさ、なんか下手になったね。
そういう人だからさ、ニノこれできるかなみたいな私がさ不器用なの知ってるからさ、ニノこれ自分でさヘアアレンジできるかなみたいな、できるよみたいに言われたけど、なんか意外に難しいんだけど、意外に難しいんだけど、なんか意外にいいかもしれない可愛いかもしれない、リノでーす、意外にいいかも。もうちょっとさ、ちゃんとここら辺とか巻いたりしたら、リノでーす、可愛いんじゃない、ちょっとボサボサだけどこういう感じもいいのかもしれないね、もしかしたら。なんか寂しいけどね、何なんだろう、何なんだろうね。まあでもさ、これも300円だったの、だから300円でなんか試せる値段じゃない、ね、これが1000円したらさ、うんってなるけどさ、300円だったらちょっと買ってみようって思うよね、そういうのすごいよね。そう、300円だよ、わかんない、男性の皆さんからしたら300円、ってひのちゃんこれ300円もすんですかってなるかもしれないけど、なんか買ってみたいなって、そうちょっと思える値段なのよ。私もポンポン買える人じゃないからあれなんだけど、買ってみようかなって思える、いいね、だっていいね、はい、なのでこんなんもできるようになりました。って感じかな、このねスポンジをね、もう捨てなさいってゆえるちゃんに言われたので捨てますそうだから新しいのを買いました、2個も買いました。もう結構使ったからもう捨てなさいって、はい捨てます、試せるのがいい、そう試せるのがいい、本当にそう、だからこっちを使ってる時にこっちを洗って、こっちを使ってる時にこっちを洗ってって感じに、こう交互に使いたいと思います。これ全然売ってないんですよマジで売ってなくて、私ずっと探したの最近、でもやっと今日見つけました、スポンジちゃん明日から使います。どのくらい持つの、だってどのくらい持つ、半年2ヶ月くらいに変えましょうってエルちゃんに言われたいいの、今めっちゃ使ってたのこれ、大好きすぎて、で毎回洗ってたんだけど、えーみたいな、そうこれが一番いいスポンジ、残業したから間に合わないかと思いました、だって私の配信が楽しみでした、だって毎日の楽しみだって、よかった、じゃあ23時まで配信する24時まで配信しちゃう、しないけどそんなこと言われたら切りにくくなっちゃうよ、よかった残業頑張ってたのね。最近ねちょっと変な時間ってか、なんかそういう時間に配信してしまうことが多かったからごめんね
そう、私が毎日配信をこう続けられている理由もやっぱそういうコメントをいただけるとあやっててよかったなって思ってそう思ってで続けたいなって思うさ理由なんですよ。はい、そうなの、理由なのです。なんかだからこう気軽な、なんか軽い気持ちでその毎日配信をこう終わりますって言えないって感じ。なんかそれは無理してるとかじゃなくて、なんかそう言えないなって思う気持ちです。とっても本当の本当にきつくなったりとかそういうことが起きたりしたらやめちゃうかもしれないけど、でもちょっとのちょっとのさっとのことでそんな言葉あるか分かんないけど、ちょっとのさっとのことでそうやめようってはダメだなと思っててるんですね。そうなの、インスタライブ見れてよかった、だって見れてよかった。そう、突然始めました。なんかインスタライブしてもいいかなとか思って、そうなのです。ねえ、これからもよろしくね。もう8時なの？早いね。よろしくね。はい、配信嫌なる時ありませんから、って眠たいなと思う時がある。もうめっちゃ眠たいんだけどと思う時はある。嫌だなってより、かわいいこれ、眠たいなって、このままお布団に入ったらめっちゃいい睡眠になるんだろうなって今日はちょっとたまにある。ちょっとよ、毎日じゃないよ、ちょっとたまにこのまま、そう今は寝たいのになって時はあるけど、まあでも配信しちゃったら楽しいんですよ。配信するまでが今眠たいのに眠たいのになってなるときはある、そりゃあね、あるけど、でもそれがさ、今何日、1800日だっけ、1800日くらい続いてるわけだからさ、すごいよね、普通続かないよね、1800日って続かないよ、怖いもん、たまになんでってなるもんね。あ、みんながいるから続けられてるんだけどさ、15分だけにしましょう、だってそうね、15でも15分だけの日はそういう日が多かったりとか、でもそれで配信チケットを使うのも嫌なんですよ。そう、配信チケットを使う自分に理由も嫌じゃん、その眠たいのでみたいな。私基本的に毎日眠たいからさ、毎日になっちゃうから、そうだから、もう配信チケットをちょっとの理由で使うのも
嫌ですよ。とってもめんどくさい人間なんですだからそう、あんまり使いたくないの。今何枚溜まったかな、あとあと何枚溜まったかな。先月ちょっと多かったからね。今月はでもちょっといいペースでできてるかな。先月体調崩しすぎたね。10枚あるよ、10枚全然多いかな。はい、多い。有給チェックだって。有給チェック、あ、ありがとう。誰だろう、あ、タカさん、ありがとう。ありがとう。たかさん、ありがとう。たかさん、ありがとう。まあ、この前まで私6枚くらいだった気がするんだけど。っていう話をファンの人にしたら、なんかファンの皆さんが、ファンの方が、なんかこの間ショールームで不具合があったらしくて、そう、その日でなんか何枚かもらえたよみたいなの聞きました。だから最近なんか2枚くらいなんかあったらしい、そういう日が、たまった日がね、びっくり。そうそうそう、だからそういうのもあったりすると意外とちょこちょこ実はもらえている説。だからそれが自分のところにあんまりさ、そのなんか分かりやすく実は来てんのかな、追加しましたみたいな。ありがとう、タカさん。ありがとう。ミノクマ、はい、今日漏れてるね。マン、ありがとう、ありがとう、ありがくま。取れました。あいあい、お猿さんだよ。あい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 。映えてる。ゆうちゃんの配信からだって。おー、やっほー、やっほー、ゆうちゃんのファンの皆様、リノエルです。
風呂入ったらコンサートの練習しようかな。ミネストローネ美味しそう。食べたことない、ミネストロー無印のやつ。こんばんは、こんばんは。ゆるちゃんのセットの手紙見ましただって。そう、めっちゃ褒められるの。めっちゃ褒められるんだけど、めっちゃ褒められるんだけど、あのうちのチームエンチのあのマネージャーさんひどくないですか。見て、坂本里奈にしては素晴らしい手紙でしただって。マジひどい。私のことを何だと思ってんの。面白い、面白いよね。でもめっちゃね、いろんな方ってか、多分ゆるちゃんのファンの方から、ゆるちゃんのお手紙ありがとうございましたみたいな、すごい来て、昨日いっぱい、ほんといっぱい来たんですよ。ゆるちゃんのファンの皆さん優しいなと思って、私のファンの皆さんもゆるちゃんお手紙頑張ったねみたいな。でも私のファンの皆さんは褒めてくれるのはまあね、結構いつも褒めてくださるからありがとうございますって感じなんだけど、ゆるちゃんのファンからもね褒めていただけて、わーよかったみたいな。よかったと思ったらさ、公式のさツイートにさ、ねえ坂本ゆるにしてはって。本当に面白い。でもなんか手紙頼んだよみたいな。そう、手紙明日よろしくみたいな、すごい前日から結構熱い LINE が来て、大丈夫ですみたいな。私にしては本当に面白い。チームメイツのマネージャーさんですから、そう、私のマネージャーさん、あのチームエイジのね。でもそのマネージャーさんは多分私が一番担当歴、その私が研究生の時から一緒で、そう、私が研究生の時代、ノーパラジの時代から一緒で、その後に一回昇格したからバイバイってなって、けどチームエイジのマネージャーさんになったんですよ次は。そう、元のね。でその時も私で今も一緒だから、一番長いの今 HKT でいるメンバーの中で今のマネージャーさん、私を担当する歴が。そうだからといってめちゃくちゃ仲良しなわけでもないんですけど、普通に話すくらいなんだけど、一番長いの。そうなのです。めっちゃ面白い。一番長いんだ。長いから知ってるのかもね、私のことをね。そう、それをね前言われたの、あの坂本が一番メンバー見てきたの一番長いわ、今いるメンバーの中で長いわみたいに言われて、え本当ですかみたいな。クリナと若菜とかも一番長かったのよ。長かったんだけど、クリナは KFO 行っちゃったらマネージャーさん変わっちゃって、若菜は卒業しちゃって、しかも KFO になったからマネージャーさん違くてってなると、私しかいないんですよもう5期生の中で。そう、イブちゃんだって。イブちゃんはだ K4 に行っちゃったから、その、ま、元チーム K4 ね、元チーム K4 だったから違うじゃん。まずで、アイチーム K4 行っちゃったからマネージャーさん違うんですよ。そう、あ、ほんと私マジで長い、ずっと連絡取ってるもんね。1回チームエッジに昇格して2ヶ月くらいは違ったの。
でもそのマネージャーさんが卒業しちゃったから、したらそう今のマネージャーさんになって、そうだから一番長いんですよ。研究生の中から昇格してずっとチーム H なのが私だけって感じかなって言ったら分かりやすい。そう、あとみんなだからチーム警報ってことかな。そうなのです。ずっと同じ担任って感じ。1年小学校がずっと同じ担任そうなのです。長いのだ、長いんですね。まあでも HKT マネージャーさんめちゃくちゃ少ないので、人数の割におかしいほど少ないのでめっちゃ少ないの、本当に少ないから大変だと思います。坂本里奈にしてはだってそう坂本里奈にしてはっておもろいよね。戻りのにしてはいい手紙でしたって。喫水のチーム H だって。そう、ずっとチーム H だから K4 とか分かんないもん。たまにこんなことしちゃうもん。チーム K4 でーすみたいな、よく何これ、こう一本出せばいいのにさ、分かんなくなってさ H にしちゃうもんねあれみたいな、あこうかみたいな、間違えちゃう、アロハにしちゃう。こうもうこれすぎて T2 とかもうなんか難しいもん。なんで2個使わないといけないのってなるもん。チーム K4 でーすみたいな何これみたいな、H H ってなるよね。ねえ、でずっとチーム H です。でも特になんか昇格したての時は人が足りなさすぎたからめっちゃ K4 出てた気もする。 K4 も出てたし T2 も出てたしとか、そんな時代もありました。私にはもう最近は1個のチームしか出てないけど、1個のチームってか1個しか出てないけど、筋トレ終わってだって、えらい、ご飯ですだって、カレー食べたいって。今日私が食べたカレー見せてあげる、見てやばくない、私が今日食べたカレーです。上がこれが半熟の卵でキーマカレー食べたんだけど、キーマカレーで、あごめん、あなんかそうキーマカレーでチーズでパセリみたいなと、あとシソも乗ってました。美味しそうでしょ。ね、なんとお店ですかだって、スリースプーンカレーとお店、スリースプーンカレーってお店で、いのりのりに送ってだって。いいよ、なんかちょっとおしゃれな味のカレーって感じだったかな。ちょっとスパイスが
引いてるって感じのカレーって言ったらいいのかな。スパイシー、そうね、スパイシー。あの平日に土日に行ったら結構並ぶらしい。わかんないわか、今日は空いてたけど、でも絶対人がいました。しかもあのね、スプーンが選べるの、こうやってほら好きなスプーンを選んでて食べられるってお店で、私は和牛キーマカレーかなにしました。木にしようと思ったんだけど、なんか普段木で、私普段木で食べる人なのね、だからちょっと違うので食べてみようかなと思って真ん中のやつを使ってみました。美味しかったよ、なんか美味しかった、めっちゃ。普段なんかお家で絶対作らないような味のカレーだったから、なんかさらにあー来てよかったなって思いました。行ってみたすぎますだって。美味しかった、めっちゃ美味しかった。そう、美味しかったね。しかも半熟卵が乗っててみたいな。でな、こんなところにあるのっていう、なんかビルの中にありました。2階かな、なんかマンションみたいな。そう、スプーンが選べましたね。だから多分スリースプーンってそういうことなんだよね。3つのスプーンから選べるから店なの。だからほんと自分でこう運ばれてきて、お好きなスプーンどうぞって言って、これにするって言ったら選ぶっていう感じなんです。あ、このお店はスリーとは読まずにスプーンカレーと読むみたいです。だって、あ、そうなの？スプーンカレーだって。スプーンカレー、すみません、スプーンカレーだって。うん、そう、みんなが全部教えてくれてる。火曜日が定休日だそうです。だってあ、ね、そこが注意ポイントだよね。そう、火曜日が定休日です。私は今日平日だったけど月曜日じゃん。で11時オープンだったから12時に行きました。したら全然入れました。全然入れた、12時に入ったら入れたから。でも絶対お店に人は来るから、あ、人気なんだなと思ったけど、あの一人で来る方も結構いらっしゃったから、なんかみんなが一人で行きやすいと思うみんなが勝手にお友達がいない設定にしちゃったけどいない設定にしちゃったけど、まあ、友達がいる方も一人で行きたい方もなんか全然入りやすいお店でした。うん、美味しかったよ。行ってみたい。だってみんな調べてくれてありがとう。結構インスタで出てきたから、そうそうそう、あれだなと思ったんだけど、行ってみたくて、そうそう、行ってみたかったんだけど。大名かな、大名ですね。はい、一人で行ったの。だって私はメイクさんと一緒に行きました。一応友達はいますってよかった。まあいなくても私がお友達だと思っていっぱいお話しましょう。大丈夫、ぼっちです。だってだからぼっちでも入りやすいカレー屋さんでした。あのぼっちの人いっぱいいました私は2人だったけど、Google マップでも 4.2 の高評価です。だってすごい。でもそういう口コミ私めっちゃ見ちゃう。そこでどのくらい並ぶのかとか見ちゃう。
あ、そうなんだ、だから何時にしようかなみたいそう、美味しかったよ。メイクさんがね、グリーンカレー食べてたからもらったけど、美味しかった、グリーンカレーも。でも私最初だったから、一番定番食べたいなと思って一番人気のカレーにした。明日行ってくればいいじゃんって、イベント前に行ってくればいいじゃんって思ったけど、明日火曜日だから定休日ですね、残念。マネージャーさん並みに失礼です、だって私が失礼だったやばい、それは悲しいマジ失礼だよね。一人でも入りやすいと思いますとか言って、はい、キッチンリセット覚えとこう。はい、では終わりにしようかな。明日はなので、もしかしたらちょっとお昼にちょっと15分だけするかもしれないけど、基本的には夜配信でお願いしますって会話、私も今日3回くらいした気がするんだけど何回閉めたかな、もう分かんないんだけど、何回も閉めました。だけどもう本当の本当に終わりにして、今からインスタを上げたいと思います。皆さん配信ありがとうございました。アイテムもいっぱいありがとう。13位がカッサン、12位がニシプー、11位がモグモグパクパク、10位がタナベッチ、9位がエリカ、8位がユータパパ、7位が吉田さん、6位がボーダー、5位がノブリン、4位が母、3位がコージ、2位がハセボンてっちゃん、1位がタカさんでした。ありがとうございました。じゃらーん、タカさんありがとう、ありがとうございます、キュン、ありがとう。そう、今日はね、皆さんアイテムもコメントもいっぱいありがとうございました。今日はお休みだったから、長く配信しようってみんなと話していたのでね、しばらくさ、もうコンサートが終わるまで多分あの配信で長く配信できる日が多分ないので、うん、なさそうないから、またコンサートが終わって落ち着いたらゆっくり配信しましょう。なのでしばらくはちょっと短めの配信かもしれないんですけど、ありがとう、またね、おやすみ。ああ、くしゃみが出そうだった。おやすみなさーいバイバーイ。